はい、こんちゃーす。今回は、前回に引き続きまして、エクソワンプロローグっていう、多分、内容としては同じじゃないのかなと思うんですけども、ローカライズされたバージョンがありましたので、これやっていきます。まあ、翻訳は多少なんか、少し変なとこもあるかもしれませんが、やっていきましょう。はい。初めから。最初のテキストとか日本語にちょっとなってんのかな？と、私は無双な大地からの束縛をすり抜け。いや、読めない。地球。電波望遠鏡が球状体の地球外からの信号受信。なんだなんだなんだ。木星ミッション唯一さっき木星だったな。この信号は私宛て？私宛て？なお取り戻せる。ゲットバックゼムって返せるな。あ、あれ？なんかさっきと宇宙服の色が違う。サガン4。やっぱでもサガン星系ですよね。サガン星系第4惑星。ロケットエンジンのようなもの全く使ってないんだけど、確かグラビティドライブと呼んでいましたよ。おうおうおう。グラビティドライブを使うことで重力を10倍にしたり、月と同じ水準の重力にしたりできます。なんかこれ、フォントの問題なんだな。現在では、まだ理論上のなんとかですが、いうことじゃないだろうか。おお、あ、同じだな。まだ建造は始まってないということでしょうか。建造？同じだ。来た。高重力。ボタンを押して離して上がる。ここでぐーっと溜めて、ポン。ここでぐーっと溜めて、ポン。ぐーっと溜めて、ポン。基本同じこと言ってますね、前とね。L で移動。操作は非常にシンプルです。トリガーとスティック。ああ、戻っちゃった。戻りたくない。あ、この上登れんの？登れるんだ。とりあえず、なんか、細長いやつのところまで行きたい。よし、もう飛べる。あ、雲が形成され始めた。あー、すごいな。ぐーっといってポン。グライド。グライダーのグライドですね。で、ヒューっと飛んで。おお、上がった。まだ遠い。ここで、多分あそこは越えた方がいいんだと思うんだけど。ヒューッと落ちて赤くなったらまたヒューッと越えてダブルジャンプ。え、切れてきたら下がってまたジャンプ。上がってジャンプ。あ、結構高いとこから落ちるとガツンとこうやれる感じ。これは何とも言えない気持ちよさ。ぐーんと降りてみようかな。バーン、ドーン。あれ、チラチラっとした画面が。なんだ、この雲下に降りてってる。
雨とは違う感じだけどな。ひよーっ、とりあえずそこの穴、このね、光がこう射出台みたいなところ、あ、エネルギー圏確認、接近中。これだ、これ。あ、またチラチラっとなった。ここでポーン。おお、エネルギーレベル加える、なんとかボルト。あ、レベルアップ、こういうことだ。と、あー、ステータスアップみたいな。で、加速するんだ。あー、さっきより多分スピードが上がってるんだ。おお、勢いをつけるね。ちょっとこの、もう一回翻訳しなきゃいけない感じが。実装されてない感じがあるんだな、きっと。漢字って、あの字の漢字ね。それで僕の PC の環境のせいなのか、ゲームの問題なのか分かんないですけど、移動モノリスまで、移動モノリス、テレポートモノリスって書いてたな、確か。40キロ、ちょっとこの少し降りてぐーっと行くか、ぐーっと行ってどこかで大ジャンプをしたい。この辺から離したかったんだけど足りなかった。うまいこと坂の手前で、ここでぐーっと降りてポーン。おお、なんとかを伸ばす。 L2 プラスバツ。おお、だいぶ空まで来た。あー、結構遠いな。20キロ、さっきは、ま、前の動画では20キロ圏内ぐらいまで行ったんだけど、ドーンと降りて、うわー、勢いをつけて、どっかこの山のあたりで勢いをつけてぐーんと行ってポーン。スピードはでも地面にいる方が速いかも。まだ遠いな、まだ遠い。あ、でも見えてきた、細長い斜めの構造体が。ぎゅーっといって、あ、なんだ、あ、これダメージ食らってんのかな、ひょっとしてガツンと降りると。あれ、なんか、あ、20キロまではさっきも行ったんだけど、やっぱ届かないのかな。なんかチラチラ、チラチラする時があるんだけど、画面がノイズが走る。届かなさそうだな。相変わらずでも火は斜めだな。さあ、ここでぐーっと降りて、さあ、ちょっと足りなかったかな。このまま下がってヒューっと
と言って、なんとなく掴んできた。木には触れられない。お、字、あ、字が読めないけど、あ、やっぱりあそこに到達できないで終わっちゃうんだ。はあ。はい。まあ大体やっぱり同じぐらいの時間しかできないですね、今のところね。うん。いやでもこれはなんか面白そうだぞ。こういうのね、多分そのスイッチとか向きかな、操作とかゲーム性ではね。ただそのまあスイッチをどれぐらいの人がこう手持ちでプレイしかしてるかわかんないですけど、こう壮大な感じっていうのは据え置き機でね、ある程度画面の大きさがあった方がいいんじゃないかなと思いますね。ディスコードがあるんだな。はい、ちょっと一旦、終了してもう一回やりましょうか。届かないよな、きっとな。なんかあの、構造体にはきっと届かないんだと思うけど、今ちょっとね、収録の関係でウィンドウモードでやってますが、被写界深度を最高にしてみよう。フィルム粒子効果、フォルト、こう、こう、海、あ、最高ってのがあるぞ。この際、最高にしてしまおう。よし。じゃあもう一回。なんか、ジョン・カレスピ・マギ・ジュニア。天空を待ったんだ。ちゃんと字が読めん。なんか、なぜか抜けてんだよな。救助隊の調査。地底に探査に行った人たちを連れ戻せるみたいなことを言ってんのかな。で、それにあのこの球場の物体が関係してんのかな。サガン4かっこいいですね。これスター・ウォーズとかでたまに見ますけど、こういう惑星のこう全体が見えてちょっと回ってる感じがするやつ、いいですね。もうセリフは今のところあのボイスに関してはローカライズする必要はないですね。何語かわからない、喋ってる言葉は聞き取れないですね。あそこから射出してんだよな、やっぱな。なんか逆回しの英語みたいに聞こえるけど、うまいことポーンといければね。この辺で。
もうちょっと助走して、なんかレベルアップみたいなことが書いてあったから、あの四角いやつの中入って、なんかあそこ通過した方がやっぱいいんだな、きっと。すごい、あー、この雲がね、見えてくるんですよ、途中からね。もうちょっと勢いつけてみようかな。くるくるくるーっと行って、ほーん、うわー。いや、あんまりガツンと降りるとまずい感じがしたから、あ、ここでこう、あ、重力からこう解放されると、まあ、スピードは落ちるけど、こう空にね、なんか浮かんでる。あ、衛星が壊れたような、あの、例えば月みたいな衛星が壊れたような、かけら、月のかけらみたいなのが浮かんでるように見えますね、宇宙にね、空の向こうに。おー、これデモ版でこんなに楽しんでいいんだろうか。ちょっとこの平べったくなるのにはまだ早い。ぐーっといってとー、まだちょっとタイミングはつかめてないな。あー、これはいい感じだ。これ雷が落ちるとなんかフラッシュバックのようにこう写真が映るのは何なんだろうか、何なのかもさっぱりわからない。よし、とりあえずあの穴はくぐろう。この先にあるモノリスの中の穴を通ってるときは重力がね、下に働かないんですよ。なんかだから操作がよく、この辺からもうよくわかんないんです。オン、ほら、ぐるぐるーっと回ってヒュー、ヒュー、あ、下に落ちちゃった、わけわかんなくなっちゃった。いやー、楽しい、これ楽しい。おーおなんだこの楽しさ。これはしかもこんなね、これオープンワールドって言っていいんだろうかね。特に何もできないんだけども、いいよいいよ。モノリスまで40キロ、あと20キロ。このこう浮遊感っていうか、これ多分操作してみないと、多分見てるだけでは全然こう伝わってないんだと思うんですけど、ウィーンといってね、ポーンと飛ぶ感じはすごくこれで気持ちいいんですよ。わかんないよな、多分映像見てても。いやー、この地面を走ってるのも、なんていうかな、こう、あ、ピクサーの映画でウォーリーってありますよね。あれのウォーリーがこう一生懸命走ってる時みたいな、あるいはそのスター・ウォーズの新しい方の BB-8 がこう
わーって走ってる時みたいな、そんな感じが、くるくるくるって、ね、回って地面をかけているんですけどね。重力圏がなんかあるんだな、きっと。うん。ああ、これ楽しいわ。楽しいっていうかね、なんて言うんでしょう。まあ、スティープも同じなんですけど、気持ちいいですね。いやー、これ気持ちいい。右トリガーを引くと重力に引かれて落ちちゃうんです。勢いはつくんですけど、このこういうこうなんていうのか、登ってるとこでトリガーを引いちゃうと下に降りて戻っちゃうんですよね。なので山を越えたところでトリガーを引いて、でこの辺で離してもう一回引いて、くーっといってポーンポーンポーン、この辺でアルトリガーを引くと勢いがついてまたポーンっていう感じかな。そろそろ時間的にもう終わる頃かな。なんとか斜めの長方形のところまで行けないものか。この距離は行けないよな。あー、エネルギーがなくなってしまった。ヒューって落ちていくときにちょっと加速してぐーっといってまたポーン。あー、もうエネルギーがない。ここでキューッと加速して、ふーっと加速して、うーだ、ちょっと戻っちゃった。もう、あー、でもやっぱりこの辺で、この辺までなのか。うん、そうですね、ここまでしかやっぱり行けないようですね。はい。いやー、でもね、これ面白そう。うん、翻訳にはまあ現時点で、まあ、デモなんでね、何もこう評価は しようがないですけども、ゲーム体験として非常に面白そうです。ただそのゲームプレイ以外のストーリーの部分をテキストがほとんどになってるので、で言葉で喋らないので聞き取りができないんですよね。なのでこう文字を、英語にするとしたら、単語を追わなきゃいけないんで、その辺が厳しいかなと思うんですけど、うん、まあ、もし音声とかも入ったらもうちょっと分かりやすいかなとは思いますね。はい。そんなところでエクソワンのプロローグというバージョンで、今回は、ローカライズされている方を、収録いたしました。はい。ちょっと楽しみですね。まだ、発売がいつかは、スケジュールは決まっていませんが、はい、この今回のローカライゼーションのアップデートは今年の1月に来たばかりみたいですね。
で、X1 のプロローグとしてのゲームが、ゲームズコム2020の、オーサムインディーズっていうなんか賞を取ってるようですね。だから海外ではおそらくだいぶ注目されているのではないでしょうか。はい。ちょっと続報を待ちたいと思います。でね、これね、フューチャーフィールズゲームズっていう会社、まあ、インディーですけれども、そちらで作ってるようなんですが、そこでね、もう一つ、オムノっていうね、なんかアクションゲームみたいな、ゼルダみたいな感じ、まあ、ゼルダってやったことない、ほとんどやったことないんでわからないんですけど、オムノっていう、アクションゲームも、作ってるみたいで、こっちもね、まあ、面白そうな、なんつうかな、まあ、3D なんですけど、イコとかああいう感じの、こう、テクテク歩いていく感じのやつですね。で、これに関してはちょっとね、日本語サポートの予定がないんですが、リリース予定日が2021年、今年の、マーチからエイプリル、まあ、3月から4月の予定だと、書いてあるんですが、ちょっとわかんないですね。あ、これは、キックスターターでやったみたいですね。オムの。なので、このエクソワンも、ひょっとしたら、キックスターターで、企画を発案してやったのかもしれません。はい。すごいね、シンプルなゲームですけど、面白いと思いますよ。これね、気持ちいいです。はい。もしリリースされて、まあ、日本語が変でも、最悪ストーリーがわからなくても、プレイとしては楽しい、気持ちいいと思うので、これはね、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。はい。本編がまあ発売されるのはいつかわかりませんが、待ちたいと思います。はい。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。ほんじゃまた。